それでは UV を取り終えたので、次はテクスチャーの項目に入っていきたいと思います。こんな形で UV が取り終えてます。ですね。まず、ペイントのモードに入る前に、UV 確認用の、そうですね、をオフにして、ペイントという項目に入ります。シフト A と。という形になっています。で、ペイントツールに入ったら、エアブラシですね。を選びます。軽く書いてみようと思います。こんな形で書けることが確認できます。よいしょ。ちょっと戻って、シェーダーツリーを見ると、新しく、ディフカラーというものが設定されていることがわかります。こちらは、ペイントツール用の、画像が新しくできたということになります。では、ホールマンの顔を描いていきたいと思います。まず色をちょっとですね、黒目にしてあげて、た形で対象ツールも使いながらペイントしていきます。こんな感じですかね。で、もうちょい。真ん中ですね。真ん中にはなくて、ちょっと形がぼやけすぎですね。端っこが。なので、ちょっと固めのブラシにします。こちらでブラシの種類を選べます。こういう形で。で、もう少しまあ詳しく、寄って四角なら四角という形で書いていきます。ですね。こういう形で書いて、こんな形で書いていきます。で、レンダーの方に覗いてみて、怖っ。じゃが今怖いですね。たまにレンダー画像を見ながら、この状態ですね。こっちの方を見ると、この辺にちょっと塗り残しがあったりするなと。思ったりするので、またペイントツールに戻ってやっていきます。で、いちいちレンダーのタブまで戻るのがちょっとめんどくさいときは、最初にお話しした F8 を押して、
な形でですね、ちょっと脇に出しておきながら、ペイントしておくと便利でしょう。お、右ドラッグでブラシのサイズを変えたり、さっきのスカルプトと同じですね。という形でペイントしていきます。ある程度、ホールマンの顔ができたら、度は、ホールマンですね。レンダーの方に一回戻っていただいて、シェーダーツリーの方をいじります。で、ディフカラーの方を右クリックで複製いたしました。で、複製を終えたら、このディフューズの色というものを右クリックして、上から順にちょっと見ていくと、カスタムマテリアルチャンネル、クリアコートとか、サーフェンスシェーディングとかいろいろありますね。今このディフカラーっていう状態は基本チャンネルの中のディフューズの色になってます。じゃあディフューズというものは、拡散反射光といって、ものの色を表してます。そのあたりはマテリアルのところで、再度お話しします。で、今回この複製した方のディフカラーをサーフェンスシェーディングの方のディスプレイスメントにします。ディスプレイスメントにしてみました。で、ディスプレイスメントの方、何が変わるかというと、こちらですね。こちらディスプレイスメントの方を反転にしてあげると、ものが飛び出します。な形になりました。下の方はちょっと怖いですが、上のレンダー画像を見ると目が飛び出したようになります。こんな感じですね。飛び出てると可愛いですね。こんな形でディスプレイスメントというものは、飛び上がらせられるマップという意味になります。ですね、物体をカッチャンとレンダリング時にこうギュッと白いものが飛び上がる。黒いものが、そのままみたいな形になります。黒が0、白が100%みたいな状態になりますね。じゃあ今、ペイントの方で、こちらですね。黒く描いてるのに、白じゃないじゃんっていうところが出てくるんですが、こちらはですね、この反転を押すことによって、この画像の黒い部分、白黒を反転させることになるので、画像が反転されて白になって飛び上がらせられることになります。で、次にですね、こちら、この高さなんですけど、高さもちょっと高すぎるので気になるなってことで、この項目の一番このマテリアルのところでディスプレイスメントの線値を変えてあげます。0.5センチぐらいにしてみます。という形ですね。ちょっとだけ飛び上がらすことができました。このように、モデリング、ポリゴンを作らずに、凹凸を、細かい凹凸を作りたいときは、ディスプレイスメントマップや、このエフェクト、このところにある、サーフェンスシェーディングのところで、バンプや放線、補正マップ、ディスプレイスメントやベクターディスプレイスメントというものを選んであげるといいでしょう。